皆さんこんばんは、久保田ひとしです。今回の作品は、寺田虎彦の随筆、どんぐりです。結核を患った若い妻との思い出が綴られています。冬の暖かい日、二人で植物園に出かけます。ふと見つけたどんぐりを一生懸命に拾う妻。たしなめながらも、 夫の温かい視線が感じられますそして数年後再び植物園を訪れます6歳になる我が子を連れてしっとりとした流れの中に時折しみじみとまたほのぼのとした情景が目に浮かぶ18分ほどの作品ですどうぞ最後までお楽しみください どんぐり寺田虎彦もう何年前になるか思い出せぬが日は覚えている暮れも押し詰まった26日の晩妻は下女を連れて下屋麻利支店の縁日へ出かけた10時過ぎに帰ってきて田元からお土産の金唾と焼き栗を出して 世のノートを読んでいる机の隅へそっと乗せて便所へ入ったがやがて出てきて青い顔をして机のそばへ座ると同時に急に咳をして血を吐いた驚いたのは当人ばかりではないその時世の顔に全く血の毛がなくなったのを見て一層気を落としたとこれは後で話した くる日下女が薬取りから帰ると急に暇をくれと言い足した「この辺は物騒でお使いに出るときっと嫌ないたずらをされますのでどうも恐ろしくて不気味で務まりませぬ」と妙なことを言う「しかし見るとおりの病人を抱えて今急にお前に帰られては途方にくれるせめて代わりの人のあるまで辛抱してくれ」と よしやまだ一回の書生にしろ、とにかく一家の主人が泣かぬばかりに頼んだのでその日はどうやら思いとどまったらしいが翌日は国元の親が大病とかいう駆け,とうとうけ取りに来た車屋のおばあさんに頼んで何でもよいからと慶安から連れてきてもらったのが美代という女であった。 幸せとこれが気立ての優しい正直者でもっとも少しぼんやりしていてたぬきは人に化けるものだというようなことを信じていたがとにかく忠実に病人の看護もし叱られても腹も立てずそして時にしくじりもやった。小酢鉢を座敷の真ん中で取り落として洪水を起こしたりこたつのお下がりを入れて寝て 布団から畳まで計一尺ほどの焼け穴をこしらえたこともあったそれにもかかわらず世は今に至るまでこの美代に対する感謝の念は薄らがぬ病人の容態は良いとも悪いともつかぬうちに年は容赦なく暮れてしまう新年を迎える用意もしなければならぬが 何を買ってどうするものやらわからぬそれでも美世が病人の指図を聞いてそれに自分の意見を混ぜて一日忙しそうに働いていた大晦日の夜の12時過ぎ障子のあんまりひどく破れているのに気がついて街灯の頭巾をひっかぶり皿1枚を下げて森川町へ五輪ののりを買いに行ったりした はこの夜三時過ぎまで結びごんにゃくをこしらえていた世間はめでたいお正月になって暖かい天気が続く病人も少しずつよくなる風のない日は縁側の日なたへ出てきて髪の折り鶴をいくつとなくこしらえてみたり秘蔵の人形の着物を縫うてやったり 曇った寒い日は床の中で黒髪を引くくらいになったそして時々心細い愚痴っぽいことを言ってはよとみ代を困らせる妻はその頃、もう身重になっていたのでこの五月にはウイザンという女の大難を控えているおまけに重苦の大役だという が宿入りの夜など木枯らしの音に混じる隣室の寂しい寝息を聞きながら机の前に座ってランプを見つめたまま長い息をすることもあった妻は医者の間に合いの気休めをすっかり信じて全く一時的な気管の出血であったと思っていたらしいそうでないと信じたくなかったのであろう それでもどこか不安な念が潜んでいると見えて、時々、本当の肺病だって治らないと決まったことはないのでしょうね。とこんなことを聞いたこともある。またある時は、あなた、隠しているでしょ。う、きっとそうだ。あなた、そうでしょ。とうるさく聞きながら世の顔色を読もうとする。その 祈るような気遣わしげな目遣いを見るのが苦しいから「バカなそんなことはないと言ったらない」と邪険な返事で打ち消してやるそれでも一時は満足することができたようであった病気は少しずつよい2月の初めには風呂にも入る髪も言うようになった車屋のおばあさんなどは もうすっかりご全開だそうで、と一人で決めてしまって、そっと懐から感情が気を出して、どうも大変にお早くご全開で、と言う。医者のところへ行って聞くと、良いとも悪いとも言わず、何しろちょうどご妊娠中ですからね。この五月がよほどお大事ですよ、と心細いことを言う。 「それにもかかわらず少しずつ良い」「2月の十何日風のない暖かい日医者の許可を得たから植物園へ連れて行ってやるというと大変に喜んだ」「出かけるとなって庭へ降りると髪があんまりひどいからちょっとなでつけるまで待ってちょうだい」という。 懐出をして縁へ腰掛けて寂しい小庭を見回す去年の枯れ菊が引かれたままで哀れに朽ちているそれに千代紙の切れか何かが引っかかって風のないのに寒そうに震えている蝶洲鉢の向かいの梅の枝に二輪ばかり満開したのがある近づいてよく見ると 作り花がくっつけてあった大方病人のいたずららしい茶の間の障子のガラス越しにのぞいてみると妻は兄弟の前へ座って溶かした髪を握ってパラリと下げ串を使っているちょっとなでつけるのかと思ったら自分で新たに巻き直すと見える寄せばよいのに早くしないか とててておいて座敷の方へ戻って横になって今朝見た新聞をのぞく「早くしないか」と大声で促す「そんなにせき立てるとなおできやしないわ」という黙って台所の横を回って門へ出てみた往来の人がじろじろ見て通るからしかたなしに歩き出す。 半長ばかりぶらぶら歩いて振り返ってもまだ出てこぬからまた引っ返して台所の横から縁側へ回って覗いてみると妻が年甲斐もなく泣き伏しているのを美オがなだめているあんまりだという一人でどこへでもいらっしゃいというまあともかくもと美オがすかしなだめてやっと出かけることになる 実にいい天気だ。人間の心が蒸発して、霞になりそうな日だね。と言ったら、一件ばかり後を、セッターを引きずりながら、大義うについてきた妻は、ええ、と気のない返事をして、無理に笑顔をこしらえる。この時初めて気がついたが、なるほど、腹の帯のところが、 人並みよりだいぶ大きい。歩き方がよほど変だ。それでも当人は平気でくっついてくる。見ようと二人でよこせばよかったと思いながら無言で歩調を早める。植物園の門を入ってまっすぐに広いタラタラ坂を登って左に折れる。穏やかな日光が 広い園にいっぱいになって花も緑もない地盤はさながら眠ったようである温室の白塗りがキラキラするようでその前に二三人懐出をして窓から中を覗く人影が見えるばかり噴水も出て犬。ぬ睡蓮もまだ冷たい泥の底に真夏の雲の影を待っている。 温室の中からガラガラと下駄の音を立てて田舎のおばあさんたちが四五人狐につままれたような顔をして出てくる夜はこれらと入れ違って入る活力の満ちた湿っぽい熱帯の空気が花の穴から脳を襲うヤシの木や琉球の芭蕉などが今少し伸びたらこの屋根をどうするつもりだろうと いつもも思思うううのであるが、今日もそう思う「ハワイという国には肺病が皆無だと誰かの言ったことを思い出す」「妻は能力に種の斑点の入った草の葉をいじっているから「おいよせ毒かもしれない」と言ったら慌てて話して嫌な顔をして指先を見つめてちょっと嗅いでみる。 左右の回廊にはところどころ赤い花が咲いてその中からのんきそうな人の顔もあちこちに見える妻はなんだか気分が悪くなったという顔色は大して悪くもない急に生温かいところへ入ったためだろう早く外へ出た方がよい俺はもう少し見ていくからと言ったら ちょっっととためらっためがおとなしく出て行った「赤い花だけ見てすぐ出るつもりでいたら人と人との間へ挟まってちょっと出損なってやっと出てみると妻はそこに犬」「どこへ行ったかと見回すとはるか向こうのずま屋のベンチへ力なさそうに持たれたままこっちを見て笑っていた」 円の静けさは前に変わらぬ。日光の目に見えぬ力で地上のすべての活動をそっと押さえつけてあるように見える気分はすっかり良くなったというからもうそろそろ帰ろうかというと少し驚いたように世の顔を見つめていたがせっかく来たからもう少し池の方へでも行ってみましょうという。 そそそれもそうだとそっちへ向く。崖を下りかかると下から大学生が二、三人黄色い声でアリストートルがどうしたかというようなことを議論しながら上がってくる池の小島のずま屋に三十ぐらいの眼鏡をかけた品のいい細工が海軍服の男の子と小さい女の子を遊ばせている。 海軍服は小石を拾っては氷の上を滑らせて心よい音を立てているベンチの上にはしわくちゃの半紙が広げられてその上にカステラの大きなキレが乗っている「あんな女の子が欲しいわね」と妻がいつにないことを言う出口の方へと崖の下を歩く。 何の見るものもない。後ろで妻が、おや、どんぐりが、と不意に大きな声を出して、道脇の大ち葉の中へ入っていく。なるほど、落ち葉に混じって無数のどんぐりが、いてた崖下の土に転がっている。妻はそこへしゃがんで熱心に拾い始める。見る間に、 左の手の手ひらににいいっぱいになる。夜も一つ二つ拾って向こうの便所の屋根へ投げるとカラカラと転がって向こう側へ落ちる妻は帯の間からハンケチを取り出して膝の上へ広げ熱心に拾い始める「もう大概にしないかバカだなあ」と言ってみたがなかなかやめそうもないから便所へ入る。 出てみると、まだ拾っている。一体そんなに拾ってどうしようというんだ」と聞くと面白そうに笑いながら「だって拾うのが面白いじゃありませんか」という。ハンケチにいっぱい拾って包んで大事そうに縛っているからもうよすかと思うと今度は「あなたのハンケチも貸してちょうだい」という。 とうとう世の半決にも何号かのどんぐりを満たして「もうよしてよ帰りましょ」とどこまでもいい気なことを言うどんぐりを拾って喜んだ妻も「今はない」「お墓の土には苔の花が何べんか咲いた」「山にはどんぐりも落ちれば」 日の鳴く音に落ち葉が降る今年の2月明けて6つになる忘れがたみの蜜蜂を連れてこの植物園へ遊びに来て昔ながらのどんぐりを拾わせたこんな些細なことにまで遺伝というようなものがあるものだが蜜蜂は非常に面白がった5つ6つ拾うごとに 息を弾ませて世のそばへ飛んできて世の帽子の中へ広げたハンケチへ投げ込むだんだん獲物の増していくのを覗き込んで頬を赤くして嬉しそうな溶けそうな顔をする争われぬ母の面影がこの無邪気な顔のどこかの隅からちらりと覗いて薄れかかった昔の記憶を呼び返す お父さん大きなどんぐり、いも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 ,恋も,恋もみんな大きなどんぐり。と小さい泥だらけの指先で帽子の中に類々としたどんぐりの頭を一つ一つつっつく。大きいどんぐり小っちゃいどんぐりみんな利口などんぐりちゃん。とでたらめの翔歌のようなものを歌ってとびとびしながらまた拾い始める。 世はその罪のない横顔をじっと見入って亡き妻のあらゆる短所と長所どんぐりの好きなことも折り鶴の上手なことも何にも遺伝して差し支えはないが初めと終わりの悲惨であった母の運命だけはこの子に繰り返させたくないものだとしみじみそう思ったのである。 寺田寅彦作どんぐりお相手は久保田ひとしでした。